速さの問題で重要なものを紹介します。出会い算と言います。早速やってみましょう。距離360メートル離れたところに A 君と B 君が立っています。今、同時に歩き始め、近づいていきます。A 君の歩く速さは分速50メートル、B 君の速さは分速30メートル。さて、二人は何分後に出会うでしょうか、という問題です。解説します。こちらの人の方が早いので、出会う場所は真ん中よりこっちに寄ったところですね。この人は1分間に50メートル進み、この人は30メートル進みますので、結局、二人の間の距離は1分間に80メートル減ることになります。よって、360÷80で計算して4.5分となります。つまり、4分30秒後に出会うとわかりました。